どうもカマです。デルナイト実況パート2やっていきましょう。中世を舞台にした村開発建設シミュレーションゲームですね。はい、特徴としてはこんな感じで村人をですね、仲間にして一緒に建設をしていくということでね、思った以上に村人が賢い、いろいろね、この研究机も彼が、作ってくれましたと。ということで今回はね、もっと村人を仲間にしたいなと思ってます。こんなもっさりしたおっさんだけじゃなくてね、もっとこのフレッシュな感じの人をね、仲間にしたいなと思うんですけど、でとりあえずまあストーリーはね、進めていきたいなっていうのもあるんで、村人の生活を悲惨にしている狼を見つけてそれを2体倒すというのが次のミッション。それもやっていきますかね。すげえだるそうな感じまあとりあえずこのハンターのおっさんをね、唯一の仲間であるハンターのおっさんを、仲間にします。はい、で、一緒にこれついてきてくれるから、ほらコンボ持ったでしょ、頼もしい。ハンターなのに弓を持たないコンボだけっていうね、そういう脳筋系ですけれども、これちょっとやってい何これ空腹です。だってすぐあんたに従うのやめます。空腹ですって言われたって食べるものなんか渡したりできるんだっけこれ。あ、インベントリあるんだ。あ、うちからこう渡すことできるんだ。じゃあしゃあね、肉やるか。肉やるよ、食えよ。はい、これで一回狼のところに行ってみたいと思います。大丈夫かこの装備で。大丈夫だ、問題ない。お、鹿さんが、鹿さんいましたね。いやー、弓矢も欲しいけどね、まだね、足りないんだ研究材料が。だからちょっとこの怒りを俺は狼にぶつけるよ。どこだよ、結構遠いな。あ、はいはいはい、何頭いる、あれ3頭ぐらいいない、勝てるかこれ。え、行ってみていいっすか。ほら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 、はい、よし、1体倒した、残り2体。意外、まずちょっと採取。よっしゃ、毛皮と生の肉の塊、いいぞ。あ、おーっていった。ほいや、いた、はい、ほら、あ、それぞれ1頭ずつね。ほら、あ、そっち行った、頑張れ。お、強い、さすがハンター、やる。よし、これで毛皮を長老に持っていけばいいのね。お、なんか割とあっさりいけたね、よかった。ちょっと体力も減っちゃったけどね、肉を焼いてさ、ちょっと腹ごしらえしてから行こうか。やっぱ飯を食ってないとスタミナの回復が遅い、すぐなくなる。ああ、愛しのマイホーム、あの粗末でも住めば都ってね。よし、肉の塊、はい、よっ、よし、あー、いいね、ハンターいい顔してるね男の渋みが出てるね、えぐみも出てるけど。肉の調理ちょっと時間かかりそうだな、先に行こうか長老のとこ。こんな夜でも大丈夫、起きてる、24時間営業かな。暗いな。そう、松明ってあったよな、松明を装備して。お、いいですね、明るい明るい。ニコラス・グリムヒルト、こういう人と勧誘したら仲間になってくんねえのかな。申し訳ないが私は忙しい、村の長老を訪ねてくれ。あ、そう、ダメだった、はい、あ、待って、一緒に協力してお互いの背後を守ることできませんか。まだではありません旅行者、しかしあなたが私たち困ってる人を助ける続けるなら親切に返します。あ、信頼レベルが一定以上だと、あとは名声か、一定以上だと仲間になってくれるんだ。おー、あー、なるほどなるほど、結構強いぞこいつ。へー、おー、すごい、いろいろあるね、パラメーター。オーケー、そんな感じなのね。長老、あれ、長老は？長老どこ行った？家に帰ったか。あ、襲撃の脅威が増加しました、だって。襲撃される。あれ、この中にいる、もしかして、長老。寝た？寝てしまいました？この中が、出てこい、いや、燃やすぞ、お前。くそ、やっぱり夜はダメか。しゃあね、また昼来るか。ただいま、ちゃんと引き上げてくれた？お、バッチリ引き上げてくれてる、すごい。え、箱に入ってる？はーい、入ってるね、入ってる。すげーじゃん、やるなー。ナイス、もう寝たかな？
ありがとう、ハンター。じゃあ俺も寝るわ。おやすみ。あ、冬が近づいてきてますね。あと3日。冬になるとどうなんですか、これ。何かあるんですか、問題が。よし、まあいいや。とりあえず行こうか。ちょっとじゃあせっかく閉まってもらったから、肉を食ってからまた長老のとこ行こう。あ、1個減ってる。あいつ食いやがった。おはよう長老。狼倒してきたよ。手短にお願いしますこいつ。狼についてですが、待って、あなたはまた戻ってきましたか。きっとあなたは、私が戻ってくると思ってなかったのか。いえいえ、もちろん違います。あなたの仕事に感謝しています。焦った。あ、やった、ハーディの信頼いました。150。あ、ハーディの仲間です。だってやった、認めてもらった。私はあなたに特別なものを差し上げます。これ、コイン、コイン、そんなもの持ってない。お金ビタ1持ってない。まあでもこれ仲間にさせてもらえたから、さっきの人とか仲間になってくれるんじゃないの。これ違う人か、長老に会ったか。あったあった、仲間になんない。あ、まだ信頼する気になれないって。そっか。え、じゃあどうしようかな。次の目標がなくなっちゃったけど、このハテナはもしかしてこれクエストなのでは。オスカー・ランスレット、本屋さん。お手伝いしましょうか。あ、やったね、古代の祠。おお、いいんじゃないの。なんかそういうのところから新しいレシピが見つかったりするかもね。おー、ローランド全体に散らばっている。そのうち一つはここからそう遠くないところにあります。ほうほう、よし、じゃあ行きましょうか。マップ、ここ、これかな。そうだね、クエストの目的だもんね。で、一方でもう一個なんか利用可能なクエストっていうのもあるね。あー、これが今の本屋さんみたいな感じで、もう一個クエストがあるってことか。あなたか、あなただね、アメリー。あー、葉っぱで見えない。これからどうすればいいか考えてます。何かアイデアはありますか。うん、ローランドに滞在するのと推測しますので、キャンプを整備した方がいいと思います。うん、そうですね。うん、何人かの人を雇い、より有益な構造物を建ててください。あなたはあの居心地の悪い小屋に住み続けるの嫌ですよね。ああ、なんか怪獣してくるな。人を募集した後はどうすればいいですか。パドストーの長老は盗賊に困っているという話を聞きました。パドストー、あ、別の町か。ほー、なるほど。ありがとうアメディ、ナイスアメディ。誰か仲間になってくんないかな。今のこの名声と評判で仲間になってくる人いませんか。古事記ガリアン、ガリガリだからガリアンかい。仲間になってくんないか。あ、やった、仲間になってくれるっぽいぞ。うん、スキルは、え、全然ない、びっくりした。全部ゼロ。右は最大値かな。わーお、すごい低いけど、まあいいんじゃない。いないよりはいた方が。よし、仲間だった。武器を持ってない。だってこれ作ってあげた方がいいのかな、俺が。いいぞ、よし行こうガリアン。はい、クラブを作って渡すと。はいよ、一個やるよ。装備しなさいなんでそんな担ぎ方してるの。え、装備して、装備、あ、装備させなきゃいけない感じ。あ、これも指示が必要なのね。あ、よかった、装備したね。はい、俺もなんかいろいろパワーアップしていきたいんですけどね。俺も拠点もなんかできるんだっけ。今便所とかありますけどね。これ便所何、これ。不要になったアイテムを処分できる場所。ちょっとこれ恥ずかしいから端っこの方がいいよね。ここら辺に作っておこうか、トイレな、茂みに。はい、邪魔だな、ハンター邪魔よ。ハンターどいて、ハンターどいて、邪魔。ちょっと作れないからどいてお前ハマってないそこで。ああ、消える消える、びっくりするからやめて。あ、もう完成したのね。はい、はい、あとはやっぱりこの研究机ですよね。これで盾とか作る。あ、ロープがあれば研究できる。ロープってどう作るんだ。あった、簡易紐。これどうやって作るんだ。あ、先にこれを解放しなきゃいけないのか。折り機、あー、折り機がないと作れないんだ。どうやって作るんだ折り機。先にこっちか、最終キャンプ、これがをアンドックすれば、その次折り機も見つけられるのかな。わかんないけど、ベリー、粗い石、キノコ、
ペリとアライシはあるからキノコを見つけなきゃいけない。じゃあついでにその祠も見に行きますか。あった、あれか、祠ありますね。なんか敵っぽいのはいないね、いないね。はい、おー、なんかお地蔵さんみたいの立ってる。これどうすればいいの。異教徒の祠、彼は私たちが苦しむように苦しんでいるのでしょうか。何言ってるのか分かんない。それとも私たちの窮状を笑っているのでしょうか。私たちの声を聞いてください。おお、強大な神々よ。私たちはあなたの継続的な繁栄の祝福を得るために自分自身を捧げます。私たちはあなたが私たちの提供するものを受け入れてくれることを祈ります。それがどんなに貧弱であっても。言いたいこと分かるような分かんないような。これはもうこれでおしまい。これでおしまいっぽい。あ、なんかフランス語で書いてある。分かんない。え、大丈夫、なんか勝手に手に入れちゃったけど。初心者ブックとか手に入れたけど。あ、500経験値が入ると。なるほどね。これで俺が読んでもいいんだよね。じゃあ俺が読んだ方がいいんじゃない。本を読んでスキルを学びます。なるほど、強さ欲しいな。ん、どうすればいいのこれ。ちょっと分かんねえな。まあいいや、取っとこう。あれ、ハンターどこ行った。ハンター消えた。ハンターどこ行った。地図見ればわかるか。あ、だから拠点戻ってる。怠け者市民怠けてるよ。え、お腹すいたからってこと。マジかよ。やだー、待てこら。あ、くそ、今武器装備してたら殴れたな。あ、キノコじゃないこれ。やった、キノコ発見。よっしゃ、ちょっと君もやってよ、命令。キノコ収穫。すごい叫ぶ。あ、違う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 。そう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 。あ、早い早い。なんか俺やるより早くない？あいつどこ行った？向こうにもあんのか、キノコ。ああ、ゲットしてる。すごい。めっちゃキノコ集めてる。ちなみにキノコ生でも食べれるのか。食べてみた、生で。古びたコインっていうのも持ってるね。長老に送ると村の信頼が高まります。へえ、あ、これか、さっき言ってたコインを送るってなんか言ってたよね。もう先帰んなよ飽きたから帰るねーって。お前は末っ子か。もうじゃあ研究をしよう。研究、最終キャンプか、これ。あ、荒石とか俺持ってるっけ。ベリー5、荒石5。キノコ見つかったからベリーと荒石か。あ、荒石ゲットしてる。ちゃんと研究用のものをやってくれるじゃん。こういうところ賢いよな、マジでな。すごー。じゃあ一回ちょっと寝るか。もう寝れる？夜9時だもんね。寝るわ俺。おやすみ。君ら2人とも向こうで寝れるでしょ、あそこの部屋でね。俺も寝るから。俺もうドアないからほぼ外なんですけどね。おやすみなさい。こうしてる間もどんどん冬が近づいてきてますね。はい、よし、これ全部でしょ。最終キャンプお願いします。これさ、最終キャンプ設置したら多分あの周りの資源を採集して、きっとこうやって勝手にキノコとか焼いてくれたりしないかな。ベリー食べたりとか、そういうことしてくれるような気はするんだけどな。どうでしょうね。まだキノコあるから。やった、研究完了、最終キャンプ。よし、これでどうなんだ。テクノロジーツリーを見ましょう。あ、やった、いけるじゃん、折り機。あ、でも河原の足が知らない。川を見つけなきゃいけないな。お、最終キャンプ。はいはい、労働力を使用して周囲の植物を収穫します。緑豊かなエリアの近くに配置することをお勧めします。ちょっと遠くの方が、あ、待って、ウサギがかかってるかな、罠に。ちょっと遠くの方がいいのかな。ここら辺とかにしましょうか。向こう緑豊かだしね。うん、ちょっと離れてるけどね。ここに作りたいと思います。あ、丸太が必要っぽいですね。斧を持たせれば仲間指示して伐採できる気はするんだけど。簡易斧を作ります。で、こいつをガリアンに持たせる、装備させる。丸太を収穫したいんだけど。あ、今出た、いけー。ほら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 、俺もやろう。二人で
はい。早い。で、収穫収穫。そうそうそう、やるじゃない。がっつり担いだね。あれ ?1 個しか持ってない。あ、インベントリーが少ない。じゃあこれ俺もらうわ、これもらうわ。うん、完成。最終キャンプ。これをどうするかというと、これはなんかこう設定ができそうですか。あ、これだ、管理。はい、労働者に注文を追加。あー、なるほどね。これを何を集めるかってことか。とりあえず木材と荒い石と瓦の足か。これあるのか。ちょっと一回やってみる。あるか。で、木材は常に補充しておきたいっすよね。常に10個ぐらいは置いておきたいな。で、荒い石も5個ぐらいはあると嬉しいかね。で、瓦の足はとりあえずこれも5個ぐらい。優先順位はまあ等しくでいいか、最初は。とりあえず、あと丸太もあるとすごく嬉しい感じではあるけど、丸太はこれ集めら、あれは伐採キャンプか。そうだね、いいね。自動化が進むと本当にありがたい。あ、トラップ壊れちゃったのかこれ。はあ、夜も更けてきたから寝るか。で、ちょっとあのクエストも進めたいよね。オスカーダンスレッドのところに戻ってさ、祠でなんかいろいろ見つけたから、ちょっと一回寝ましょう。寝て起きてから行こう。お、待って、もう明日、もう一日寝ると冬になるんじゃねえかこれ。冬まであと1日。そうだよね。なんだい、冬になると何があるんだい。チャリ欲しいな。非常に遠いんだよな。ハーディーン仲間500分の100って、多分あれこの町の信頼度だね。自分、あの私に対する信頼度、まだまだ信頼される余地はあると。おはようございます。先にちょっと長老にコインを渡そうか。はい、あなたにあげたいのです。そうですね、うん、古びたコインね。これ信頼度が30上がると。狼の牙でもいいんだ。へえ、とりあえず1個売ろう。よーし、なるほどね。おう、これで多分130になったんじゃないの、信頼度が。で、もう一人。お前、お前、オスカー。祠について、うん、祠見つけましたよ。一つ見つけました。古い祈りが刻まれてました。素晴らしい。お、いいですね。他の祠についてお聞きするのは楽しみですので。うん、まあ祠はね、俺も得るものがあるからね。いろいろアイテム手に入ったから。あ、報酬を忘れなく。これはあの本から一つお選びください。お、やった。指定の書、初心者ブックはもうもらったもんね、さっきね。使い方わからなかったけど、指定の書をじゃあください。プレイヤー自身の能力または検査画面で入職者の能力を向上。自分を上げたいんだけど、あ、これなんか上げられるぞ。収穫、収穫だけちょっといけそうだよね。はい、読んでいます。あ、時間かかる、もしかしてこれで。ミッション増えてるね。ハーディの人々から友人の信頼レベルを獲得してください。あ、どれぐらい獲得すればいいかわかんねえけど。あ、いたいた、ハテナの人。この人が多分持ってるんでしょ。ダリボー、ハリボーみたいな。大工さん、お手伝いしましょうか。お、いいですね。ハーブを集めると。はい、ハーブを集めましょう。どんなハーブが必要ですか。村の外の古い井戸の近くで育っている。おー、朝、セージ、アマ。ん、これ全部持ってんじゃねえかな、もう。もうあっという間だよ、あっという間。あっという間に完了です。はい、 OK、 やったねー。お、あ、出た、また指定の書。農業か収穫。ちょっと農業これからやることになると思うから農業にしようかしら。やった。あ、また古びたコインも、古びたコインもゲット。 OK。 お、信頼レベルまた上がってって。結構上がったと思うんだけどな。360まで上がってるよ。冒頭に占領されてます、だって。あ、そうなの。今初めて知った驚愕の事実。めっちゃ霧出てるな。ただいま。すごい見えにくいね。どう、
最終キャンプの具合は。あ、全然何も集まってないけど、え、びっくりした。え、なんでだっけこれ。なんでだっけというと、物がもうもしかしてどっか他のとこに入ってるっていうことなのかな。いや、なんかさっきからさ、あの、獲得しましたメッセージは出てるから。あ、荒石は5個あるね。あ、木材も14個ある。で、瓦の足がないのか。それはやっぱりそうか。遠すぎるっつうことかな。なるほど。じゃあちょっと他のものも集めてもらおうかな。チェスト1個じゃ足りないな。これもう1個チェストを作った上で、はい、並べて作ってください。これももうお願いしちゃっていいわけだよね。最終キャンプで追加。ベリーとキノコも欲しいね。うん。これも宝珠で。5個ぐらいずつさ。あれば、焼いてくれるんじゃない勝手に。いや、そっか。初心者ブック労働は、入植者の能力だから、俺はダメなんだな。ガリアンかハンターに使えっつうことか。せっかくだから使ってみようか。ちょっとハンターむさ苦しいから、あんま好きじゃないんだけど。ガリアンよりは、伸びしろがあるからね。君をちょっと、あげましょうか。ね、5とか6まで上がるもんね。じゃ、あなたに使います。初心者ブック労働。で、インベントリで、使う。使えないのこれなんでだっけ。使い方がわからん。ちょっと誰か知ってる人いたらコメントで教えてください。とりあえずじゃあ今回ここまでにしましょうかね。はい。自動で、最終キャンプ立てたからね。自動で資源を収集することができるようになりましたと。あとはクエスト的には、ハーディーンのね、村の信頼度を勝ち取るために、もうちょっと多分、頼まれごとクリアしていかなきゃいけないのかな。はい。そのあたりやりつつ、ちょっと次は、マップもうちょっといろいろ探索したいね。あの、川見つけてさ、河原の足。あれを探しましょう。それがあれば、いろいろ研究も進めることができるはずだ、というところです。はい。じゃあ今回はここまでにします。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。